ボードアン、恋文5.67.6センチメートル、クワッシュ、ルーブル美術館素描室。ブーシェの木花画の影響が認められるミニアチュール作品。ピエール・アントワーヌ・ボードアンは、フランスの画家。父は、無名の版画家だった。フランソワ・ブーシェの弟子。1758年に、死の次女と結婚し女性となった。ボードアン、低粛なモデル特秘紙に、クワッシュ。 1769年、ワシントン、ナショナルギャラリー。1769年のサロンに出品された作品。1772年にジャン・ミシェル・モローとジャン・バティスト、シモネによる版画が出版されている。http://www.beauxa rtsparis.fr スラッシュ ow2 スラッシュ catzarts スラッシュ voir.xsp id イコール00101から79,120ボードワンはグワッシュを用いて描いたミニアチュールの製作を専門に行った。1761年にこの技法で描いた作品を初めてサロンに出品した。 以降、ボードワンは1760年代のすべてのサロンに作品を送る。1763年に準会員として、王立会が彫刻アカデミーに入会を認められた。その時の提出作品はグワッシュで描いた小型の作品、アレオパゴス会議において、不信心のために告発されるフルネーだった。ボードワンは、聖書の逸話に関する差絵も制作した。 だがこの画家はむしろ逸落にふける宝刀な男女を同時代の舞台装置の中に描いた風俗画を描くことで有名になった。そのような作品をボードワンは1763年から1769年までのサロンに提出している。一部の作品は愛し合う若者たちが登場するフランソワ・ブーシェの牧歌的主題の作品から影響を受けている。 だが1769年のサロンに出品された、低粛なモデルのように、表面上は道徳的な主題を扱い、細部に特別な注意を向けて描かれたこれらの作品には、ジャンバティスト・グルーズの影響を確認することができる。18世紀後半のフランスでは、ボードワンの作品は描かれた内容があまりに不謹慎で不道徳だったために、勢族の有識者から告発を受ける対象となった。 パリ大司教クリストフド・ボーモンクリストフでボー,ーモンと1703から1781は1763年と1765年にボードワンの作品をサロン会場から撤去するように命じた。美術批評家たちもボードワンが彼の講演者たちの堕落した趣味へ迎合していることを理由に彼を非難した。代表的な例として ディドロは1765年のサロン批評の中で、グルーズは良き道徳の説教師となったが、ボードアンは悪しきそれの説教師となったと書いている。ドゥニディドロはさらにグルーズは家族と誠実な者たちの画家となったが、ボードアンは奉納者たちの画家となったと急断している。ボードアン、読書紙にクワッシュ 22X29.5 センチメートル、 1760年頃、パリ、装飾美術館。ジャンオノレ・フラゴナール、読書1770年から1773年、ワシントン、ナショナルギャラリー。ボードワンの1770年頃の作品、読書では、読書に疲れた女性が、楽器、地球儀や本といった、小道具に囲まれて、椅子の上で、甲骨の表情を浮かべている。 芸術への関心や知的好奇心を感じさせる、モチーフに女性が囲まれている。この構図は、モーリス・カンタン・ド・ラトゥールがパステルで描いた、ポンパドゥール夫人の肖像と共通している。読書している女性という主題も、ジャン・オノレ・フラゴナールの作品などにも確認できる。だが、ボードワンの、この作品では、女性はなぜか、両胸をあらわにしている。このような、あからさまな表現を、 サロン出品作でも用いていた結果、ボードワンは1760年代に文人や聖職者の告発を受けることになった。しかしボードワンは球体制下フランスの最後の数十年において最も人気のある画家の一人だった。ボードワンはブルボン朝王宮の重要な人物から作品制作の注文を受けていた。例えばボードワンは マリニー公爵アベル・フランソワ・ポワソン・ド・バンディエールのために、ハニカミアの花嫁を、1766年に、国王類15世のために、肖像画2点を、1767年に、デュ・バリー夫人のために、聖母の生涯の続きを描いている。ニコラ・ポンス、ニコラス・スポンセが、掘り版した、夜の駆け落ちのような、ボードワンの作品に基づいて制作された版画も、大変な人気を博した。 ボードワン、花嫁をベッドへ紙に、グワッシュ、三十六 x 三十一七センチメートル千七百六十七年、オタワ、カナダ国立美術館。http コロンスラッシュスラッシュ www.galery.sa スラッシュ en スラッシュ c スラッシュコレクションズスラッシュ artwork.php、延期イコール五百七十二公式サイトの作品解説同年には同じく、 ブーシェの弟子だった画家ジャンバティストデーが、ブーシェの長女と結婚している。ボードアン、アレオパゴス会議において、不信心のために告発される、フルネー 46.4x38.2cm1763 年、パリ、ルーブル美術館。フランス国立美術館連合公式サイトに、作品の画像と情報が掲載されている。 http://www.hoto.rmn.fr/.cf/.htm/.cpicz.aspxe=2c6nu-0v6tp1g。と<ッ> ht、e>、りわけ家具の細部に、ボードワンの表現上の注意が向けられていることが、指摘されている。エミールが、禁書となり、著者に対し逮捕命令が下されたことで、 スイスのイベルドンに逃れた、ジャン・ジャックルソーの自己弁護の書、某ーーンへの手紙は、この大司教に当てたもの。グルーズ・エス・エフ・パントル、プレディカタラ・デ・ボーンズ・マー、ボードワン、パントル、プレディカターズ・デ・モベズ・グルーズ・パントル・デ・ファミリー・ウィディ、コナッツ・ジャン、ボードワン、パントル・デ・プティ、メイズニー・デ・レバートン、ウーブル・デ・ドニ・デ・ドロ、サロンズ・ティ・アイ・パリ、1821、 p235 ニコラポンスが、ボード案の原画に基づいて制作した版画については、次のサイトを参照。http www.artheque.net スラッシュポンセ、<onse> ニコラス、html ニコラポンス、夜の駆け落ち同版画、1780年。 h t t p w w w u n i v m o n t p 3 f r b i c t u r r a g e n e r a t e u r n o t i i c e p h p 何のキスイコール A3506 ありがとうございます。